演舞開演。どうも本日はこちら唐揚げくん海鮮エビマヨネーズを食べたいと思います。ドラえもんとのコラボ唐揚げくんのようですね。宝島で海だから海のエビだったらエビチリをエビマヨをそのままこれにしてもよかったのではと思ってしまいますが、見た目はやっぱり普通の唐揚げくんですね。では食べてみたいと思います。いただきます。海の幸って感じではないかな。普通の唐揚げくんにほんのりマヨネーズの風味が効いているといった感じの唐揚げくんでしたね。エビの風味があまりなかったので、エビマヨというより単にマヨ、まあ美味しくはありましたよ。マヨネーズが好きな方にはおすすめできますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。